さあ、終わりました。さあ、なら、言いましょうか。言いましょうか。すごいで、これ。あんまり見せたらあかんらしいけどな、表だって。表だって見せたらあかんやつ買ってもた。ほんまやな、未開封やな。未開封はええねんけどやで、別に。これはあかんやつやで。アマゾンとかやったら一発で摘発されるやつやな。分かってで買うのもな、どうかと思ってんけど。高いんやんか、本物ね、めっちゃ高いね。本物が高すぎてね、あれやん。どういけてんねんみたいな感じだけどな。1個はね、なんかほんで店員さんのミステイクやな。説明書なしって書いてあってんけど、あれ説明書入ってんねやん普通に。説明書なしって書いてたら悪いな。説明書が入っててね、あるやん言うて、言うたら、あ、ほんまやとか言って、ほんまやすねとか言って、今日はね、こんなんばっかりやで。説明書ないとか言ってある。ね、コピー品やな、パチモンやから言ってる割にはね、何してんのこいつら。パチモンや言うてる割にはね、それをなんか買い取って売ってたりとかね。で、値段がね、明らかにおかしいね、値段が。こう、値段おかしいで、おかしいおかしい、値段おかしいとか言って。値段おかしいって言ってんねんけど、全然気づけへんねんな。箱が傷んでるから安いとか言って言うねんけど、ちゃちゃ、元の定価が違うって言って。すごいで、元の定価から言うたらね、4分の1ぐらいの金額やねん。4分の1。いや、それやったら買うよって言って箱傷んでても別にプラモデルって作るもんやからみたいなとかね。あとで、また小鹿やな。小鹿に、ターン A ガンダム。やりたい放題やみたいな。な、価値基準がね、もういよいよぐらついてくるわ、なんか。この方が得やねんよな。僕らにしてみたらやけど。得やねん。で、あとはこれは、懐かしいな。店員さんも言っとった。僕も一回だけ見たことありますって言ったけど、スピードやな。今はもう変わり果てた、今エリコさんが言ってたスピードのフィギュアがね、売ってあんねやんか。俺も買った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 って言って、スピードの曲は知らんけど、フィギュアは買ったって言って。中見ないでいいんですかって。イラ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 ンって、もう中見んでも大丈夫やから言って。もう映ってるやんって言って、ブリスターでね、映ってあんねやんか。大丈夫大丈夫言って、もしね、出来上がりに問題があるとしたら、出来上がりに、スピードのフィギュアで、出来上がりに問題あんねやったらね、今井エリクが劣化したからやろ、みたいな。今井エリクが劣化したから、見た目が違うだけで、十分そのままいけるから、みたいな感じで。なんかね、得して帰ってきてる感じがあるな。ほとんどが得してんねん、みんな。これで今月やな。今月作るプラモデルは決定やで。戦艦ヤマトやな。350分の1の戦艦ヤマトや。これは安いで。戦艦ヤマト。
にあんねんけど、戦艦ヤマト350分の1の戦艦ヤマトがね、なんとウォーターライン並みの金額で売ってんねんな。すごいでこれ、うん、ウォーターライン並みやで。箱は確かに傷んでるけどやで、作る分には問題あれへんやん言うて、で言うてて、男たちのヤマトやな、男たちのヤマトバージョンやったら僕もあの 何セット持ってんでって、700分の1のウォーターラインから350も何個持ってるからいてなあ、そら箱も傷んでくるわ、そら大きいから。で結果としてあのちょっとプレネみたいなやつを全部挽回するわけやねんな、それを一つで、その一個でほとんどのやつを挽回してお釣りが来るんやもん。これはパチモンや言うとったけどな、確かにパチモンやわけど、パチモンにしてはねすごくよくできてるね、なんか、うん、やっぱりねパチモンやな、偽物が出回って、偽物が出回ってこそのやっぱりあれやで、本物やねんて。人気ない、人気のないもんにね、人気のないもんにパチモンって出回れへんから、うん、で時代やなと思ったんがね、一個やな、説明書ないって書いてあるやつがあってんけど、なんかプロ野球の選手のプラモデルとかって言うねんか、プロ野球の選手のプラモデルっていうか、違う違うってて、これは頑張れ田淵くんっていうアニメでコミックもあったんやん言うて、なんか野球選手のプラモデルとか言うとったもんな。頑張れ田淵くんの、うん、あるやんって言って、多分ガンダムと勘違いしたんやろうな、白い説明書だけやから。これはゼンマイで、ゼンマイで動くやつや言うて、うん、めっちゃ箱綺麗ねそれも。頑張れ田淵くん、美味しいやんって言って、で結果としてあれほとんどみんな定価割ってるから、ほとんど定価割っていってるからやで、パチモンが高かってもやで、パチモンの分取り返すもんな俺。すごいよ、小鹿でもそうやもんなこれ、定価やもんな小鹿。グラつくわ、ほんまに。高いやつは確かに高かったけどな。この男たちのヤマトは懐かしいな、ほんまに。な、中開けたら普通の350分の1のヤマトやねんけどやで、な、日本のメーカーで一番でかいヤマトって言ったらアリイカなんかの200分の1じゃないかな、アリの200分の1が一番でかいはずやね、うん、でかいはずや、うん、今日だからあれや、ほぼ全部が定価割ってんねんな俺、定価割ってやから美味しいやんって言ってな、
スピードはすごかったな、ほんまに笑ったわ。金額がこれじゃ定価の1割ないんちゃう、あの定価の1割おそらくないで、ドラゴンボールもバチモンやったけど、あれやで、ギャルのパンティ欲しいとかって後ろに書いてあんねんすごいなこれな、うん、店の店員さんが3回ぐらい聞き直しようかな、本当に買っていくんですかみたいな、パチモンですよとかって言うから、いやパチモンでもいいよって言って、逆にパチモンの方がええやんみたいな本家のやつは高すぎんねん、あまりにもな。これはちょっと京都市内に出てきて正解やったな、思いつきで出てきたわ。一個だけね、どうしても気になるプラモデルがあったから見に来たんやけど、結局やね、バラ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 ーンって買って、で残りもバラ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 ーンって買ってや、で結果としてオッケーやね。これ確かに高かったもんもちょっとあったけどやね、その分取り返すだけのあの素養があるっていうのはな、あの高いお金払った分も取り返せるだけの、設備がなかったらこんな作られへんみたいんで、これ全部開けたろ、あまだよく持ってるでって思ってるよ、
ナンバリングはこれで出たんやろうか。あら、まだ開けんで。あら、まだセロテープ貼ってるやろ。4カ所止めかよ、マジ。いや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 。見たら次はまた次の機会まで開くことはないやろう。